はい、お昼になりました。今日は羽衣にマグロ味付き味付けフレーク、はい、マグロフレークですね、とこちら麻薬卵というものをね持ってきました。今流行ってるんですか？つけていただきましてね、持ってきました。はい、早速いただこうと思います。はい、じゃあこのね、先にこのマグロフレークからいただこうと思います。これね、僕思った以上にこれ身をほぐした感じですね。僕はもっとねそぼろ風なんかと思ったんですよ。ちゃんとこんな感じでもう魚の身って感じですね。いただきます。うん、待った、これすぐご飯が食べたくなる。うん、ま、そう。でね、この、こっちを先にご飯に乗せると、ちょっとぐちゃぐちゃになってしまうんで、この、麻薬卵の方から。これ皆さん知ってます？なんか今流行っとるんでしょ？玉ねぎと、ネギと、ごま、あと何だったかな？醤油、砂糖、あと、唐辛子で漬け込んだみたいです。あと、生姜も入っとんかな？ようわからんけど、生姜は入ってないかな？はい。どんな感じか。すごく玉ねぎの香りがしますけど。はい。麻薬卵、いただきます。ん？ん？ あれ？あ、結構普通の卵ですね。怒られるかもしれんけど。これもし見とったら待って待って、結構普通の卵なんですけど、こんな感じでね、周りにはいろいろついたんですけど、うん、まあ美味しいね、普通の卵だったもっとなんか味が染み込んどんかと思ったけど、うん、普通に美味しい卵、ゆで卵。うん。結構もっとつけた方がいいんかな。うん。まあ普通のゆで卵よりはちょっと麻薬っぽい味はしますけど。うん。まあ麻薬食ったことないけどね。うん。あ、でも美味しい。これもっともっとつけた方が味が旬でからうまいんかもしれん。うん。これうまいね、マグロフレークね、これ。うん。これ、一缶、168円でした。うん。すっごい濃い味付けが。うん。あ、やば！今日月曜で飲み物がないわ。何も、朝買ったコーヒーももうないしね。いつもここに水があるでしょ、僕は。その水も今日はまだね、買ってないんでね。やべ。これ食べたらどっかで買おう。いや、本当はね、これ、ここにダーッとね、入れてからね、かき混ぜたいんですけど、ご飯があともうこんだけしかない。ご飯がもうちょっといい。言ったね、これは。やっちゃいます、もう。ね。やっちゃいましょう。ごめんなさい。これが美味しいんです。これ、視聴者の和幸さんがね、マグロフレークがおすすめよっていうことで、よく食べるよっていうことでね、和幸さんちはね、これが主食みたいです。はい。っていうのは冗談ですけど、はい。怒られちゃうんでね。和幸さんとか美味しい美味しいお米農家さんなんで、送っていただきましたよ、新米をね。今年じゃないわ。去年ね。美味しかった。ほら。うん。こんなこともあろうかとね、スプーン持ってきてます。はい。うまいぞ、これは。
うん、うますぎて今上唇噛んだ。めっちゃうまい。肉なんかより全然うまいね、こっちの方も。うん、うめっ。あっという間なくなったな。水分が欲しい。はい、今ねちょっと口の中いっぱいマグロが挟まってますんで、ちょっとマスクつけましたけど、はい、非常に美味しかったです。卵も美味しかったです。うん、もうちょっと漬け込んだものをねいただいてみたいですけど、これも美味しかった、すごい。うん、歯衣もフーズだもんね、そりゃうまいよ。うん、ということで今日は麻薬卵と羽衣フーズのマグロフレークをいただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。喉が変な音になる。撤収。